どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今日はね、実は動画投稿をお休みしようかなと思ったんだけどもね、ちょっとね、取って出しで、雑談形式でね、一つ動画を撮ってみようかなと思って、もう今撮影しております。はい。でね、今回のテーマは何かっていうと、凡人でも YouTube で稼ぐことはできないかなというお話でございますよ。はい。YouTube で稼ぐ。今結構大変です。大変です。まずは一つ、YouTube 収益化になるためには登録者数1000人、動画再生時間4000時間、これをクリアしなきゃいけないということなんですね。で、これがね、実現できるっていうのが、まずですね、100人中1人ぐらいしかいないそうです。はい。もうざっくり言って。100人ね、声をかけて、ね。で、その中で YouTube やる。そして、収益化ができましたよというところまで行くのに、100人の中に1人だそうです。はい。で、なおかつ、そこから、生活できるまで持っていくというのがですね、10人に1人だったか100人に1人だったかぐらいですね。はい。だから、ざっくりもう1000人に1人か1万人に1人、これくらいじゃないと、その YouTube で稼いで、収益化することができないというわけですね。はい。皆さん、想像してください。はい。今ね、体育館があります。この中で競技会が行われております。これはあなたの得意分野で競技が行われております。はい。それは何だろうね。声優さんが好き とかね。プラモデルが大好き。かけっこが早い。野球が得意。マラソンが早い。なんかこんな感じのね、皆さんそれぞれ得意なものがあると思うけども、その競技会にあなたが参加すると想像してください。この体育館の中には100人の選手、1000人の選手いるわけです。その中で1番になりなさい。無理じゃない？普通に考えるとね。はい。なので現実は、結構厳しいものだなっていうのをね、僕も最近、非常にね、つくづく感じております。が、この動画では、凡人であっても、その YouTube で稼ぐ、インターネットで稼ぐっていう、方法が、実はね、結構あるよというところをね、ちょっとお話ししたいと思います。はい。その金額、具体的に言うと、そんなでっかい金額ではございません。もう本当にね、もうお小遣いのちょっとした、一日の、はい、お駄賃とかさ、もしくは、例えばこう、1万円とか、多くても、10万円いくかな、いかないかな、ぐらいの程度のレベルです。はい。でもですよ、とてもじゃないけど、それじゃ生きていけるわけじゃないんだけども、中にはこれでも十分っていう人がいるわけですね。はい。例えば、何かの理由で、うちに引きこもってるとかね。はい。とかのうちにこう、親のすりかじりで引きこもってるかわかんないんだけども、でも自分で稼ぐ糧があればってこと、安心するでしょ？まず自分で稼いでるっていうのがあればね。はい。で、社会に出れずに働けないとかね。例えば、外出れ、怒られるのが怖いなとか、外はちょっと無理だなとか、嫌だなとか、理由ね。はい。それから、あとは、なんだろう。例えばこの旦那さんが稼いでるから、私はそう、ちょっとで十分だよって方もね、いらっしゃると思う。ね。そういう環境の方だったら、別にこんなんでも、生きていけなくはないよな、っていうところもあると思うんでね。はい。で、具体的にどんなことをやっていくのかな、というところですよ。はい。まずは、インターネットで稼げるんだなっていうことを知るということが大事ですよ。まずね、この動画を見ていらっしゃる方、インターネットでどうやって稼ぐのっていうさ、こうやって普通にも、パソコンとかタブレットとかで見てるけど、こんなものの中でどうやってお金が発生するのってこう、不思議に思ってる方多いと思うんですけども、実はね、本当この世の中もそういったものがいっぱいある。で、とりあえずですね、僕が言った中で、とりあえずやってみて、やれたなというのがね、いくつかありますので。で、これらはね、ほとんど実際に、収益を上げた経験があります。はい。ほとんど。ね、中には、上げてないやつ、やったことないやつもあるけど、でも他からの評判もありますよということで、ちょっと紹介させていただきます。はい。まずね、ステップの第1弾。はい。これはですね、簡単なポイントサイトからポイントを稼いで、これを現金化しましょうよというところですよ。はい。私ですね、楽天カードを契約しております。で、このね、楽天のサイトは、
本当ね、まあ、いろんなことでそのポイントがもらえるわけですね。そのポイントが楽天ポイントに変換されるわけですよ。楽天ポイント。ね。カード持ってる方だったらわかると思うんだけど、この楽天ポイントを持っていれば、その加盟店とかでね、もう現金と同じようにお金として使えるわけですよ。例えば、まあ、どっかコンビニで、なんかこう、お酒買ったりとか、あとはなんかこう、好きなガジェット買ったりとか、そういうことが、まあ、できるわけですね。はい。まあ、加盟店の範囲内だけではございますが。まあ、これがね、どんなものかというとね、すんごい簡単。はけて誰でもできます。はい。まずね、まあ、有名なのはね、その楽天のね、アンケートに答えてというね、サービスでございます。これはもう文字通り、もうまとめてた楽天ポイナビっていうね、まあ、ページリンク貼っておきますけど、その中にまあ、あるんですけども、まあ、その楽天が出す、まあ、アンケートに、まあ、その答えるだけで、まあ、ポイントがもらえるわけですね。まあ、内容によってはね、そのポイントが、まあ、1ポイントだったりとかするんだけど、まあ、時々ボーナスポイントみたいなのがたまにやってきます。はい、たまにだけどね。はい。でもね、そのアンケート見ながらやっていかなきゃいけないから、まあ、ちょっとこれもね、まあ、ちょっと手間かかる。でもね、もっと簡単なのはね、すごいのは、メールでポイント。はい。楽天のね、サービスの中にメールフォルダが、まあ、自分でまあ、アカウント作ればできるんだけど、この中にはメールが来るわけです。いろんな企業さんからね。そのメールを見て、クリックするだけで、はい、ポイントがもらえるわけですね。はい。極端なこと言えば、スクロールしちゃーっとしてってさ、下の一番この見ましたよボタンをポチッと押せばいいだけなんで、はい。あ、別に見た方がね、もちろん、まあ、嬉しいんだろうけど、まあ、それでもちゃんと、ポイントはポイントでもらえるんですよ。はい。で、さらにすごいのは、楽天クリックでポイントっていうのがあるんですよ。これはもっとすごい。メールでポイントよりももっと簡単。クリックするだけでポイントがもらえるんですよ。クリックするとブラウザが一つ開いて、まあそのコマーシャルが出るんですよね。はい。もうそれだけ。それだけ。それだけでいいんです。クリックするだけで OK なんですよ。はい。まあ、見ようが見まいがどっちでもいいの。もうクリックするってこと。はい。もうこれだけでも1ポイント入ってきますから、あ、これはね、結構案件も多くて、結構毎月毎月ね、まあ、次から次にやってきますので。はい。でね、僕はもうこの辺のね、ポイントを駆使してですね、まあ、月に500円ぐらいは稼ぎます。500円だけどね。でも楽天ポイントが毎月500円来るわけですよ。もう500円あったら、まあ、なんかジュースとか買ってさ、まあ、なんかできるわけ。どうせ1日暇だなーってことだったらさ、もうプチッとこうやって。やるだけで、とりあえず月500円にはなるわけですよ。ね、これなかなかよろしくないですか？ね、はい。その他にもですね、こういったのもあります。楽天ツールバー。はい。これは何かというと、ブラウザに楽天ツールバーをインストールするんですね。はい。まあ、そうすると、まあ、いろいろ検索窓が出てくるんで、まあ、そこから、まあ、いろいろ検索していきましょうよという。まあ、そこから、まあ、なんだろう。まあ、楽天のポイントとか、まあ、情報とか、今どんだけポイント貯まってますよとか出るんだけど、これはね、まあ、ブラウザにまずインストールする。そして、この検索窓から検索するんですよ。ブラウザの。まあ、多分毎日毎日ネット見られてると思うんですよ。まあ、多分、巡回するサイトはお気に入りに登録して見てんのかな？うん。そこをですね、ツールバーに、例えば、なんだろう、ね、エクスペリアのページを見たいとかね、グーシムセラーのページを見たいとか、だからもうそこに検索するだけで、最大何箇所かな？ 15 箇所ぐらいかな？うん。マックスで15件か10件。ごめん、ちょっと忘れた。ぐらい検索1日が上限ね。上限。そうすると、毎日10万ポイントが山分けされるのかな？だから多少ポイントは上下するんだけど、だいたいね、3ポイントから5ポイントぐらい入ってくるわけですよ。まあ、金額のつれは3円から5円。ね。安いでしょ？安いけど、普段、見てる行動からお金が生み出されるわけですよ。これやんなきゃ普通はスルーされてお金なんか入ってこなかったことが、まあこれでね、積み重なるわけですよ。これ1年365日やったらね、結構ちょっとした金額にはなるんじゃないのかなというふうに思います。はい。で、まあ今回よりも、まあさらにね、まあ合理的なやつもあるんですね。それがアンケート専門サイト。はい。これはね、アンケートに答えていくだけで、まあその、まあそこのね、アンケート制度のポイントがもらえるんだけど、それはね、最終的に現金化できるんですよ。振り込まれたりするわけです。自分の例えばゆうちょ銀行の口座とかだったりね、まあ振り込まれることがになります。で、まあこれはですね、まあどこかというとね、まあリンク貼っておきますけどもね、マクロミルとか Q モニターっていうのがあります。これはもう本当に、まあその、お題が出てますんですね。それをまあ答えていくだけで、
それがポイントになって、最終的な現金化をして、振り込まれるというものになってます。はい、これね、具体的にいくらぐらいかって言ったらね、僕も確かね、旧モニターで月300円、マクドミルで500円ぐらいだったかなと思います。もうチャラーってやっただけだからね。本気でやってる方は結構、稼いだりしてると思うんだよ。例えば自分にブログ持っててさ、マクドミルとか旧モニターのその会員を勧誘するようなこうページを作って、そのアフィリエイトでこう稼ぐという方もいらっしゃるけども、普通にやっても500円とか300円ぐらい。はい、ただみたいなもんですけども、一応ね、ネットで稼げるんだなってことがね、体験できる。これはまず一つのステップなんですよ。まずネットで稼げるっていうところを、経験して、できるんだっていうところ、まずそれを知ってもらう。これで莫大なお金を稼ごうとかっていうのはいいんですよ。まず、稼げるってことをまず経験する。これがまず一つのステップ。はい。で、そのステップの次にあるのが、またね、ポイントサイトになるんだけども、これね、有名なところで言ったら、ポイントインカムとか、チョビリッチとか、ハピタスとか、銀玉とか、ゲットマネー。これもリンク貼っておきます。はい。これもですね、大体ね、500円から数千円ぐらいは稼げるものになってます。これも、いろんな案件が、要はね、毎日来るわけですよ。いろんな案件が毎日。だからこれ全部登録しててさ、全部やればいいわけですよ。全部やってくる。例えばそのカタログを、受け取ると、ね、ダイレクトメッセージを、ダイレクトメールを受け取るとか、言うだけで、例えばこう300ポイントもらえたりとか、あとはその、なんだろう。なんかこう、治験とかね。なんかこう、薬の検査とか。だからそうやっちゃったら1万円分もらえたりとかね、するわけですよ。そうそう。だからもう満単位のお金が、このポイントインカムとか、こういうポイントサイトから、案件が、もう毎日もう洪水のようにやってくるんで、そういったのをね、見てやっていくと、どっか出てくるかなと思います。で、僕はね、なんで稼いだかなって言ったらね、あれ、自動車の査定をしてもらう。そう、あれ結構でかかったんですよ。査定してもらったら、ちょっと金額忘れたけど、数千円もらいました。はい。何千円か。はい。査定するだけで。別に売らなくてもいいんだよ。査定するだけで、何千円かもらうことができました。はい。それは結構ね、割がよくないですか？もうちょっとプルッと行ってさ、ね、1時間、小1時間ぐらいちょっとこうやって見てもらってさ。やるだけで、それがもらえるわけでね。はい。そういったことも出てます。だからこんな感じで、先ほどのね、ポイントサイトよりも、ちょっとね、割高に、手間は少しかかります。これまでよりもね、ちょっと手間はかかるんだけども、ちょっとそれよりも、大きめの金額に、なったりしますね。はい。で、その次のステップとしておすすめなのがね、クラウドソージングです。はい。これはね、わかりやすく言えば、ネット内職です。はい。ネット内職。ね。なんかこう、ほら、ちまちま組んだり、折り紙折ったりとか、よくあるじゃないですか。あれのインターネット版だと思っていただければと思います。ほとんどが、パソコンでできます。よくあるのは、ウェブライター。ウェブライターって何かって言ったら、インターネット記事、インターネットサイト、ポータルサイトとか、いろいろありますよね。例えば、車の情報とか、あとはその、ダイエットの情報、美容の情報、投資の情報とか、あとは恋愛とか、なんかブランド品とかなんかそういういろんなものありますけどね。あそこの、ポータルサイトの記事を書く仕事でございます。はい。これはね、大体どんな内容かって言ったらね、1500文字から5000文字ぐらい、文字を作って、そのね、その業者が指定する、その見出しつけたり、写真入れたりとかいう、作業をして、書いていくやつなんです。大体ね、1記事書くのに、1時間、から多くて2時間ぐらいかかったかな。僕もこれ実際やりました。はい。それでいくらもらえるのかなって言ったら、800円だか600円だか、それぐらいです。はい。で、もうね、これ面白いと思って、もう1記事書くだけで、それだけがもらえたんでね。確かね、もうすげえ気合い入ってた時、1日10記事近く書いて、だから、何千円？数千円一日に稼いだという経験もあります。はい。ただね、そうそう。だから、これね、クラウドソーシング、他にもいろんな仕事あります。本当。ここもリンクを貼っておきます。で、これ登録制なんですよね。自分の名前なんかもやんなきゃいけないし、あと報酬が発生したら、ちゃんとその源泉とかも引かなきゃいけないんでね。多分マイナンバーとかもね、必要になってくると思いますけれども。登録されてない方は、ここでもマイナンバー、今のうちに作ってた方がいいと思いますよ。はい。で、
まあ本当ね、そこも次のような、次案件やってます。僕がやってるのは、まあクラウドソージング、クラウドワークスっていうところですけども、他にもランサーズ、それからね、まあ主婦向けの主婦って言ってるサイトもあります。これもリンク貼っておきますからね、興味のある方チェックしてみてください。はい。こちらのね、この、まあクラウドソージングのメリットっていうのは、例えばほら、YouTube とかブログっていうのは、日の目が出ないわけですよ。はい、やりましたっつっても、はい、その日から、はい、あなた、500円とか1000円ですって収益ってのはないの。もうほとんどゼロに近い金額がスタートするわけ。それが何ヶ月も続くの。ひょっとしたら1年かかっても日の目が出ないっていう、あるかもしれないけどもね。こちらは、やったらやった分だけ報酬が発生するんですよ。はい、今日はもうこれ記事しました、仕上げましたっつったら、はい、もう能力がある人もない人も、はい、あなた500円ねってもらえるわけですよ、もう。で、具体的にね、僕いくらぐらい稼いだかって言ったら、10万は行ってないです。7、8万ぐらい行ったかな。7、8万円ぐらい稼いだ。ちょっとごめんなさい。記憶は悪くないんだけど、でも、7、8万円稼げたらなんか良くなくないです？だってさ、会社みたいに、通勤したりしなくていいわけですよ。で、嫌な上司もいないわけ。やりとりはネットだけなんですね。ネットを介してやるだけで、まあ、会うこともないわけですよ。本社の人が見たり、こう、会社の人がじーっと見たりとか、そういう仕事では、まあ、ないのでね。確かね、ルール上でも、直接会ったりするのがダメじゃなかったかな。確かね。はい。ちょっと僕、この、今の規約が変わってるからわかんないんだけども、確か、その当時はそういうルールがあったと思います。はい。他にも、まあ、そのウェブライター以外にもいろんな案件があるんで、まあ、自分はこんなことができるよっていうのを、その、なんて言うんだろう。まあ、アピール欄に、こう、まあ、こう、書いとけば、もう本当次から次に、未だにね、もう辞めて俺2年ぐらい経つけど、未だに仕事来ますよ。未だにいっぱい来る。まあ、本当にね、なんて言うの、引く手あまたっていうの、これ、わかんないけどね。はい。もう、まあ、それぐらい、たくさん案件がありますので、はい。まあ、こういったので、なんていうの？まあ、インターネットで稼ぐことができるよというところで、ちょっと、まあ、体験をするってことね。ここ大事。体験するってことね。はい。まあ、そんな感じでね、やってますけれども、YouTube、まあね、やっぱりその、難しい。本当に。その上がるまでっていうのはね、やっぱり、僕はね、才能とまではいかないけど、適性、まあ、YouTube 向きの適性っていうのがやっぱりあるなというのは、つくづく感じております。だからみんながみんな、はい、できますかといえば、難しいよねってしか言いようがない。うん、でも、今言ったことは、誰でもできちゃうわけですよ。やれば やればできるっていうことね。うん。で、まあ、ね、まずは、まあ、トライしてみるというところ。でも、敷居が、まあ、低いですからね。他と比べるとね。はい。でもですね、まあ、こういった、まあ、僕みたいな YouTuber、動画媒体でも、収益化しやすい媒体っていうのがあるんですね。はい。それがね、まず一つは、ツイキャスライブ。はい。これはね、割とハードル低いんですよ。動画の総視聴時間。はい。これが、1000時間だったかな？はい。1000時間を超えれば、収益化ができちゃうんですよ。はい。1000時間って言うのも、要は、例えば、なんていうのかな。動画の放送時間。まあ、30分あったとしますよね。1枠30分。はい。これを30分とカウントするわけじゃないんですよ。その時に、2人見てたら、60分ってカウントしてくれるの。これが10人見てくれたら、10人見てくれたら300分ってカウントしてくれるんだよね。はい。こんな感じで1000時間。はい。やると、あなたはもうすぐに収益化できますよってことで。これ YouTube と比べればもう圧倒的に、簡単ではないかなと思います。はい。で、さらに言うと、トップバズはね、もっと簡単。はい。申し込みました。動画作りました。はい。もうすぐ収益化。ボーンってさ、早いんですよ。特に、新規参入者の方については、優しいし、登録なんかも割とね、YouTube と比べるとすごい簡単です。僕もちょっとパパパッと申し込んだらね、ペペペッとできましたんでね。まあ、そのやり方なんかもうググればね、いくらでも情報出てきますんで、まあね、なんだろう、やってみたいなと思う方はね、まあ、トライしてみたらね、どうかなと思います。はい。まあ、てな感じでね、まあ、今回ちょっと取って出して、なんだろう、才能のない人でも、凡人でも、
この、まあ、YouTube で稼いでいくという、動画を作ってみました。まあ、実際はね、まあ、YouTube で稼ぐではないんだけども、まあ、YouTube をベースに、なんかこう、いろんなことをね、やっていく。まあ、Amazon アフィリエイトでもいいですしね、ブログでもいいしね。そして、その前に、このインターネットで稼げるんだよっていう経験をすることね。はい。まあ、そういうふうなことをやっていけば、誰でもできるんじゃないのかなと思います。はい。まあね、今ほら、年金問題とかありますよね。まあ、この先2000万足りないとか言ってるし、本当にこの先ね、僕らの人生、生きていける糧ができるかなってなった時に、やっぱりなんか一つ収益の柱になるもの、はい、何かを持ってるってことができたら、やっぱり相当まあ人生も安心だと思いますよ。特にインターネットっていうのは、体が悪くてもね、やりやすいっていうところもありますし、どこでもできる。ね、全国どこでも。都会じゃなきゃダメってことでもないんですよ。田舎の山奥でもネットさえ繋がっていればできることなんでね。まあ、こういう可能性もあるよということで、これをね、やれって押し付けてるわけじゃないんですよ。まあ、こういう世界もあるんだなっていうのをこうちょっと知っていただいてですね、もらえればいいかなと思ってね、今回動画を作らさせていただきました。はい。まあ、うちのチャンネルではね、まあ、こんな感じで、まあ、YouTube で、まあ、生きていく方法とかね、まあ、インターネットで生きていく方法なんかを、まあ、動画にしております。この動画がね、面白いな、役に立ったな、と思ったら、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。